かなちゃんこんばんは。初投稿です。ありがとう。えー、僕は毎日かなちゃんの声に癒されながら勉強に励む高校3年の受験生です。なのですが、もう1ヶ月もしないうちに推薦入試があります。あ、そんな時期そっか、早くねでも、そんなもんか。そうだよね。4月、もう、3月にはもう発表されるもんね。そう、全然そうだよね。うわ、そっか。 えー、僕はよく、目つきが悪い、やらなんやら言われるので、面接がすごく不安です。早く合格して心配性のお母さんを安心させたいのですが、何か緊張しない方法や、ここ一番でかなちゃんがやってるおまじないなどあったら教えてください。あと、寒くなってきたので、風邪などひかないようにお仕事頑張ってください。受かったらまたメールします。お、ありがとう。受かったらメールください。高3か、そっか、私も推薦入試で、高校、 大学受験と大学受験は推薦入試で、あの、クリアしてきたので、アドバイスできると思う。とにかく、漢字を良くし、すれば大丈夫なよ。な、なんつーのこう、なんだろうな。でしゃばりすぎず。<laughs> なんかこう、いい感じのオーラをまとえば、 いけるよ。あれ <laughs> あれ私、あれかな使い物なんない感じかな <laughs> あれだよね、緊張をほぐしたいんだよね。そう,そ,うそうだよね。やっぱさ、ここで坂本ロイドの着信ボイスじゃない <laughs> そうだよね。そうか、そうか、1ヶ月じゃダメか。ここ、そうか、じゃあ、ちょっとじゃあ人かな聞いても。<laughs> <laughs> もらって <laughs>。なん、なんだろうね。なんか音楽とかさ、ラジオとかさ、聞くと心はほぐれますよね。なんか。うん。私も緊張する現場の前とかは、ご集中力高めるために音楽聴いていきますね。うん。なので、なんか自分の好きな音楽やら、まあ人棚だったら嬉しいけれど。 えー、そんな、ちょっとこう、自分の気の抜けるようなものを聞いていったらいいんじゃないでしょうか。というぐらいしかできない。けれど、きっとね、心配性のお母さんを安心させたいというこの気持ちがあればね、いけるはず。はい。頑張ってください、推薦入試。